ダウ・ジョーンズ公共株平均はダウ平均株価の一種で S&P ダウ・ジョーンズインデックスがアメリカ合衆国の公益企業における代表的な銘柄15種を選定し平均株価を算定する株価指数である。ジュはダウ公共株15種平均ダウ公共株指数などとも呼ばれる。株価平均型株価指数で算出される。公共株は 業績が景気に左右されにくいことから、比較的安定的に推移し、再建と似た動きをするため、再建が買われる局面では、買われやすい傾向にある一方、再建が売られる局面では先行して売られる傾向に、ある。後輩あたり銘柄で構成されることもあり、再建投資の代替として指数が使用されることもある。景気交代局面では買われやすい一方、 金融危機の発生時には先行して売られる傾向にあり、公共株平均が下落すれば、市場は全面安になる可能性が高まる。1928年2012年のダウジョーンズ公共株平均株価の推移2020年10月27日時点でのダウジョーンズ公共株平均株価は以下の通り、1929年1月2日に、 ダウ工業株平均株価から除外された公益企業の株で算出が開始された。以下の表は算定開始以前の1928年まで遡って算出されたダウ・ジョーンズ公共株平均の推移を示す。公共株平均に連動する投資信託は設定されていないが、ユーティリティセレクトセクタースパイダーファンドのような非常に近い値動きをする ETF は存在する。 ありがとうございます。